1328年にバロア朝が成立すると、イギリスプランタジネット朝のエドワード3世はフランスの王位継承権を主張してフランスに侵入し、百年戦争が始まりました。この戦争の背景にはフランドルとギュイエンヌをめぐる両国の経済的利害の衝突がありました。フランドルはイギリスから羊毛を輸入し、ギュイエンヌはイギリスに葡萄酒を輸出して、イギリスと経済的、政治的に密接な関係を結んでいました。このため、両地方の獲得は、フランス王にとってはイギリス勢力の排除による国家統一を意味し、イギリス王にとっては経済圏を確保し、英仏にまたがる一大国家を建設することを意味していました。当初からフランス軍はイギリスのエドワード国大使率いる長宮隊に完敗し、1356年のポワティエの戦いではフランス国王ジャン2世が捕虜になりました。フランスは戦場となったため国土が荒廃し、政治的混乱と社会不安から農民一揆や分裂抗争が生じます。フランスの劣勢が続く中で、農民の娘ジャンヌ・ダルクが神のお告げを受けたとして奮起し、オルレアンの包囲を破り、国王シャルル7世を鼓舞しました。これを機にフランス軍は勢いを盛り返して、イギリス軍を追い出し、戦争を終わらせました。この長期に及んだ戦争によって、諸侯や騎士階級の衰退は著しく、反対に王権はさらに強大になり、中央集権化が進み、絶対王政の基礎が確立されました。